はい、みももです。今日は久しぶりに最近のナイトスキンケアを紹介していきたいと思います。よかったら最後までご覧ください。それではスタート。ということでメイクを落としていきます。帰ってきたらできるだけ早くメイクはいつも落としてます。で、まあ髪がね長いのでこんな感じでクリップで髪を留めるんですけど、こういうねピンで前髪もガッと止めて顔をまず洗っていきます。はい、ではねメイクを落としていこうと思うんですけど、また最近に新しく使い出したクレンジングをまず紹介します。それがこちらのココネクレンジングバームっていうやつです。いろんなものを使ってるので、最近ちょっとあのデュオのやつも紹介したと思うんですけど、今回はねこっちを皆さんに紹介したいと思います。でこちらのクレンジングの特徴としては、毛穴ケアにすごくいいクレンジングになってます。特殊なねナノブライトキャッチ製法で毛穴のね奥まですごいツルンとしてくれるので、黒ずみとか気になってる方はこのねクレンジングすごいおすすめします。私ねバーム系のクレンジングがすごい好きで、これね開けるとこんな感じになってます。もうね結構使ってるのであれなんですけど、でこれもねこういうチップがついてるので、これでガッと取ってもらって、私はいつも結構ねこれぐらいね取ります。これでも少ないかな、もうちょっと取る。これね使い方としては、乾いた手でバームをね削るような感じで溶かします。これもねすごいほんまバターみたいな感じで、私もこのねバターみたいな感じのクレンジングがほんま好きでよく使うんですけど、まあこんな感じで溶かしたら、まあ、いつも通りこうやってね顔に塗っていきます。でこれはヒアルロン酸トリプル処方で、あのクレンジング越えのね潤いがあります。でねこれ一つで7役こなしてくれるクレンジングバームなので、あの忙しいママさんとかほんまにねおすすめです。もうこのラインとかもめっちゃ綺麗に落としてくれます。こうねクリクリクリとマッサージするような感じでこっち落としました。いやーでもほんまにねめっちゃスッキリしますよね。唇のリップとかもすっごい綺麗に落としてくれるので、これをねまあ普通に洗い流していきます。はい、洗い終わりました。あのねこれ使い出してからほんまに毛穴の汚れが減ったなっていうのがすごいあって、とにかく洗い上がりもすっごいうるうるするんですよ。ウォータープルーフとかのねアイラインやったりとか、まあ、さっきも言ったんですけど唇のリップとかってねなかなか綺麗に取れないんですけど、あっちゅう間にね取ってくれます。でねお肌のターンオーバーって3ヶ月って言われてるので、あのこれに限らずなんですけど2、3ヶ月はねこう続けることが大切ですね。ということでちょっとあの今気づいたんですけど、カラコンしてたのでカラコンもねもう取っちゃいます。コンタクト取りました。で次はねそのまま洗顔していきます。洗顔します。こんな感じで、流します。はい、オッケー、めっちゃズッキリしました。やばい、幸せ。洗顔が終わった後すぐ塗るのがこちら、あの韓国の購入品で紹介したセラゼナの導入剤なんですけど、これをね最初に塗ります。これもねもうね2本しか買ってなくて、韓国でもう1本使い切って今2本目なんですけど、まあ、でもこれもほんまにすごい使ってよかったからリピートしようと思ってます。まあ全体にねこんな感じで押し込みます。でこれはお風呂に入ってる時もこれを塗ってからお風呂でパックをつけていつも上がるようにしてます。こんな感じで押し込んだら一旦これを直してパックします。パックも私朝晩毎日してます。でこれもねあの韓国の購入品で紹介したパックなんですけど、すごいんですよね、液がたっぷりで、パックしてても液が垂れるぐらいね。これはリスナーさんに教えてもらったんですけど、これねシートが貼られてるんですけど、貼られたままあ、ここに貼ります。んでピタッとね適当にくっつけたら、その上に貼ってあるシートをねバーッとめくります。でこっからパーツに合わせていきます。
はい、こんな感じですね。でね、できるだけこう手で温めたりとかして、余ったのはね、こう手とかに塗りたくって、塗りたくって、塗りたくります。ということで、10分待ちたいと思います。はい、ということで、10分経ちました。取ります。で、ここから私は化粧水を塗るんですけど、こちらのアルビオンフローラドリップっていうね、今化粧水を使ってます。もうね、なくなってきてます。アルビオンってかなり有名なので皆さん知ってると思うんですけど、誕生日の時にね、お友達にいただいて、それからずっと使ってます。そう、でもね、やっぱりいい。これ使い出してからほんまに肌の調子めちゃめちゃいいですね。ただ、高くて買えないね、これは。自分にご褒美ができる日にちょっと買いたいなと思います。押さえる感じで。やっていきます。はい、オッケー。余ったやつは手に塗る。でも次はそんなに変わってないんですけど、これも動画で紹介したんですけど、RE のプラセンタですね。これももうね、もうなくなってきてて、ちょっともうスポイトで取れないので、手でこんな感じで。あ、もうなくなりましたね。なくなっちゃいましたね。これを次は顔全体に塗ります。で、押さえる。押さえて、押さえて、入れ込んでいく。で、手に塗る。これもね、動画で紹介したやつですね。シカの美容液。これを、塗ります。これも手で、こうやってね、押さえていきます。はい。こんな感じ。で、続いて、シカの乳液を塗ります。塗ります。で、押さえます。OK。で、手に塗ります。でね、もう、最後のラストやったんですけど、これね、ナイトクリーム。これ最後に塗ります。これはナイトクリームじゃなくても、最後は普通のクリームでいいと思います。最後はクリームで全体を整えます。私は保湿スキンケアで一番大切にしてるのは保湿なので、もしかしたら塗りすぎやろと思われてるかもしれないんですけど、塗りすぎぐらいがね、ちょうどいいのかなと思ってます。鎖骨とかもパッと塗って、もう上の出てる部分はびちょびちょなぐらいで、ほら、もう顔がテカテカでしょ。テカテカぐらいで私はいつも寝ます。で、残ったやつは同じく腕とか手とかに塗っていきます。はい、ということで、フェイスのね、スキンケアは以上です。で、次はアイケアをしていくんですけど、使ってるアイクリームは今こちら、目元まつげのご褒美っていうね、クリームを使ってます。これはインスタに載せてます。なのでよかったらインスタチェックしてみてください。これぐらい取ってね、目の上だったりとか、横とかをこうマッサージするような感じで塗っていきます。本当にもね、くるくり。このね、ここの目の、もう目の横はシワになりやすいので、ここが結構集中的にクリクリしますね。で、私はまつ毛をしてるので、こういうね、100均に売ってるブラシでまつ毛を整えていきます。今ね、下もね、まつ毛つけてるので、下も整えます。こちらのまつ風まつ毛美容液で、まつ毛に美容液を塗っていきます。で、リバイタラッシュっていうまつ毛コンディショナーを次塗るんですけど、これは手の生え際の部分に塗っていきます。動画では見にくいかもしれないんですけど、簡単に言うと毛が欲しい部分に塗ります。私は上と下と両方ね、塗ります。気をつけないといけないのが、この液が触れたところに毛が生えてくるので、できるだけ際につけてあげます。今私はね、もう眉毛もメイク取って、結構ね、眉毛が生えてる方なので、私はしないんですけど、眉頭が少ないとかで悩んでる方とかも、ここに塗ったりすると生えてくるのでおすすめです。これでアイケアは以上で、次はリップなんですけど、リップはこのね、ラッシャスリップをいつも塗ってます。これはね、もうなんか常に塗ってますね。塗るヒアルロン酸って置いてるんですけど、ヒリヒリというかピリピリというか、塗った瞬間にすごいね、刺激がきます。でも別にそれが痛いとかじゃないんですけど、塗るとほんとね、唇が石原さとみさんみたいにプルンってなるので、これもすごいおすすめです。私はもう普段の薬用リップは最近使わず、このラッシャスリップをもう薬用リップ代わりにいつも塗ってます。はい、ということで、最近の私の夜のスキンケアは以上になります。まあいつも一緒っちゃ一緒なんですけど、まあちょっと使ってるものが違うかったかな。結構ね、気分で色々変えたりとかするので、今日使ってた商品とかもまたよかったらね、皆さんの参考になればなと思います。で、最初に使ってたクレンジングの詳細も概要欄の方に載せてるので、気になる方はぜひチェックしてみてください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。 See you!